当時文書とは、京都市の当時に伝来した文書の総称。当時に伝来した古代から近世にかけての文書を指す。講義の当時文書は、時系文書と死因文書を含み、寺外で保管されるものを含めて、総数約十万通に達する。時系文書は、その伝来や保管先により、当時文書、当時有利文書、京王語告示文書、霊放蔵中世文書、 霊法蔵金星文書等に分類される。支援文書には、勘違い文書と宝母大員文書がある。これらはいずれも古代から金星にかけての寺院の宗教的な活動に関する文書もしくは経営のために必要な所領経営や経済行為に関する文書がほとんどを占め、仏教史のみならず、政治史、社会史、経済史の研究に多くの情報を提供している。 特に中世の社会史、経済史においては、同文書の内容を引用していない論文を見つけることの方が困難と言われているほどである。また、当時の場合、長方二年の火災で一部の文書が失われたものの、文書を保管した法蔵はその後は大きな火災に遭遇せず、また、廃物希釈の際にも影響は比較的小規模であった。このため、平安時代の創建時から、 江戸時代までの文書が多く残されている。時家文書は、近世初期までは、西印三陰堂教像と宝蔵に分かれて、収蔵されていた。宝蔵は、境内東北部に立つ安江倉作りの倉庫で、ここに保管されていた文書は、年安が管理していた。一方、西印三陰堂教像は、空海の重防跡に建てられた西印三陰堂内、工房大師像を祀る内々人の西側にあった、 もので、ここには事務に関わる最重要文書が法像から移されて保管されていた。祭院三影堂教像には三聖人と呼ばれる三影堂の管理を司る寺相のみが出入りを許された。漢文8年から12年に三影堂の改修が行われた際、これらの文書は祭院の西北宮に建てられた霊法像に移され近代に至った。協議の当時文書は 上記の内彩院御影堂郷像に伝来した文章を指す。一方、当時由り文書は、法蔵伝来文書である。時家文書としては、この他に、昭和12年に、法蔵内で確認され、現在は、京都大学総合博物館が所蔵する、京王国事文書、法蔵から、彩院礼法蔵に移された、礼法蔵中世文書、同じく彩院礼法蔵に保管されていた。 霊法像金星文書などのグループがあり、これら以外にも寺外に流出した文書がある。詩音文書は、漢知院金混合像、漢知委員放宝母大院三密像の三箇所に保管されてきたものである。混合像伝来文書は、漢知院一世の学僧高志だから、その弟子の憲法らによって書者あるいは収集された仏教典籍類をおもとし、 当時勘違院聖教類として一括して重要文化財に指定されている。勘違院法像には主として金星文書を収蔵、宝母大院三密蔵は仏教天石類が主であるが、その全容は未章である。昭和41年に一部文書が外部に流出する事件が発覚。これをきっかけとして昭和42年に当時有利文書が京都府に売却、譲渡された。 また、京王五国寺文書は昭和43年に京都大学に譲渡されている。競技の当時文書は、西院三陰堂教像に伝来し、後西院礼法像に移された一群の文書を指し、現在は当時法物館に保管されている。当時では中世以来、事務に関わる重要文書を法像から西院三陰堂に移し厳重な管理下に置いてきた。これらの中には、 五ウ田法王、五代五天皇などの神官の文書など、寺の存立に関わる根本文書を含んでいる。多くの文書は、掛け服やき小盆に改装され、一点ずつ、あるいは数点まとめて、木箱に収めて保管されてきた。その保管箱の名称等から、陸芸の部、千字門の部など、いくつかの小グループに分類されており、全体で約700通を数える。 京都府立京都学、歴彩り館所蔵、当時ゆり文書レバコ、41、珍珠山田宮武装表情書、公営3年6月16日当時ゆり文書は、当時の法蔵に伝わった文書群である。法蔵伝来の文書は一部が、再印令法蔵に移され、京都大学に譲渡されたものもあるが、大部分は、京都府立総合資料館の保管となっている。 同館保管の24,067通は1997年に国宝に指定されている。世界記憶遺産の推薦対象となり、2015年10月10日に登録が決定した。江戸時代に入るまでは、当時文書は革袋や様々な箱に入れられて保管されていた。状況を2年に、加賀藩藩主、前田綱則が、 当時文書の書写を行った際に謝礼として文書の目録を作成し、なおかつ、ひらがな、カタカナそれぞれの色派順と、K の字が付けられた切り箱100号を制作、収納して当時に変換したと伝えられている。しかし、現存の切り箱が94号であること、そもそもひらがな、カタカナ、K の総数が100号に満たないことから、加賀藩が100号を収めたものが、 破損などで失われてしまったのか、それとも1 0回数と見るべきか、謎とされていた。1997年、当時宝物館で、当時文書10万通の世界展の開催に際し、上島優良が調査した結果、前田綱則のの寄進した文書箱はもともと93号であったこと、残り1号の文書箱は、材質が異なり、候補であることが判明した。いずれにしても、 この文書箱が100号あったとされたことから、これらの文書を当時有利文書と称するようになった。前田綱則や松平定信、友野信ともによる書写事業は膨大な文書の一部を行ったに過ぎず、明治19年帝国大学臨時編年史、編纂係が京都府と共同で行った第二本編年史編纂事業の一環としての当時文書調査と、 当事故文書目録作成の際にも、土地台帳や絵図、採用状などには、関心が払われずに、箱の底に打ち捨てられ、明治31年に実施された影写本作成の際にも帰り見られることはなかった。ゆり文書の全面的な目録作成が実施されたのは、京都府立総合資料館に移された後のことであり、この際に、これまで帰り見られてこなかった約5000通分も含めた、 目録の作り直し及び整理作業が実施され、昭和55年までに当時有利文書目録として発行された。その後、平成9年になって国宝に指定された。現在、第二本古文書第10、当時文書として交換が続けられ、またこれと並行して、京都府立総合資料館による交換も続けられている。第2本古文書は、微箱から順にひらがな箱を本国し、 京都府立総合資料館編、当時ゆり文書は、居箱から順にカタカナ箱を本国している。平成26年には、京都府立総合資料館が所蔵する本文書の画像約8万点について、ウェブでの公開を開始した。当時の書量として、著名な書縁、例えば、山城国の上久癖層、下癖層、若狭国多良僧、針間国屋屋僧、 丹波国大三層、被護国家の小偽層などの経営に関する文書が長期的かつ継続的に保管されていることや、寺内の会議の議事録である、武層表情引き付けが大量に保管されていることなど、古代、中世を中心とした大臣委員の運営の実態を政治、経済、社会、宗教など各分野からの分析を可能にしている。京王ご国寺文書も、元は、 当時より文書にあった文書群の一部と推定されている。明治の一連の調査の際に、その価値が評価されることなく、目録や影写本の対象から外され、そのまま切り箱から出された状態になっていたものである。昭和12年、京都府で文化財の保護業務を担当していた赤松俊秀が3043点の文書を再発見して、その整理にあたり、その後赤松が、 京都大学が移るとともに、文書も京都大学に移され、京王国字文書の名称で交換された。当時よ利文書の京都府への遺憾と、愛前後して昭和43年に正式に当時から京都大学に譲渡され、昭和46年に国の重要文化財に指定された。近世に当時から流出し、滋賀県の岡上神社社家であった大谷家に伝えられていた。 文書群107点も当時文書と称され、平成21年に重要文化財に指定されている。絵の起源、当時有利文書、歴史学辞典。一方で、絵の起源は当時及び同時荘園の事例を直ちに中世の典型例と見直すことに対する継承も鳴らしている。上島優、当時文書の伝来と現状について、当時文書10万通の世界。 pp 9から19当時文書10万通の世界 pp 26から34新指定の文化財月間文化財405号第一法期、1997 p 4平成9年6月30日文部省国時代129号当時由利文書記憶遺産に推薦政府15年登録目指す日本経済新聞 h t t p w w w n i k e i c o m スラッシュアーティクルスラッシュ t g x n a s t g 2 5 0 0 t v 2 4 1 4 a 3 1 4 0 0当時文書10万通の世界 pp72 から75国宝当時より文書のインターネット公開について京都府立総合資料館2014年3月4日閲覧 ありがとうございます。